アメリカンプレイス、学名ヒポグロソイズプラテソイズ、英名アメリカンプレイスは、カレー目カレー科に属する魚類。グリーンランド赤ガレーと呼ばれることもある。他のカレーと同様に右側に目がついている。アメリカンプレイスは、大西洋のラブラドール地方から、ロードアイランド州の近海に生息する。産卵は、メイン湾で見られ、最も活発になるのは4月から5月である。 最大で体長70センチメートル程度になる。北西大西洋漁業機関によると、本種は乱獲されており、回復の兆候はないと考えられる。しかし一方で、カナダ政府は、アメリカンプレイスの個体数は豊富であり、カナダで漁獲される、カレーメ魚類の50%を占めるとしている。アメリカンプレイスは、主に生後1年未満の気脚類の灰に寄生する、 海中を通すトロングラスサーカムライテスの中間宿主となっているかもしれない。水産庁、魚介類の名称のガイドラインについて、2007年7月14ページ、2010年10月10日閲覧。プレイス、グロリエンサイクロペディアオブナレッジ、ボリューム15。 コピーライト1991グロリエインク ISBN0 から717253007ハットデアリー LM アメリカンプレイスヒポグロソイズプラテソイズフィッシュリーバイオロジープログラムウッズホールマサチューセッツラボラトリーオブザナショナルマリーンフィッシュリーズサービスノースイーストフィッシュリーズサイエンスセンターリトリーブドジャニュアリー182007ハット フィッシュリーリーセントアセスメントノースウェストアトランティックフィッシュリーズオーガニゼーションリトリーブドジャニュアリー182007アメリカンプレースアンダーウォーターワールドフィッシュリーズオーシャンズカナダリトリーブドジャニュアリー182007ハットベルゲロン EOJ メッシャーズ LN エクスペリメンタルトランスミッションオブオトーストロングラスサーカムライテス A ラングワームオブ シールズイニー・イースタン・アークティック・カナダ。カナディアン・ジャーナル・オブ・ズロジー75、1364、1371、ドイ、10.1139、Z97 から762、HTTP、ルパーティクル、ウェブ、ピーチ・スティ、NRC、サ、ルパーティクル、アブストラクト・テンプリタ・サーブレット、カリロング、イコール・イングリッシュ&、ジャーナルイコール・ CJZ&、 ボリュームイコール 75&、イヤーイコール 1997&、イシューイコール 9&、メスのイコール Z97 から762。ありがとうございます。